吉本一の変人コンビ七曲りさんによる変人ランキング。もうよキモ兄さん、はい、キモ兄さん、キモ兄さんが、はい、もうやばいね。もう僕らの中で、はい、やっぱり変人コンビって多分僕らで吉本コンビ全員が多分思ってると思うんですけど、お二人のことを。いやーいや、はい、いやこいつは分かんねえ。いや、本田さんももちろん僕は知ってますけど、やっぱり初瀬さんも相当やばいっていうのは。いやマジであんまり自覚ない、正直。いやでももう結構髪型がもう初瀬さんも独裁国家の一番上みたいな。いやいやいや、独裁の髪型してるじゃん。満を持してこれやって思って決まったやん。普通ブロックではないと思う。普通ブロックって言うてねんって。俺美容室では、美容室で普通ブロックって言って、これこれや、独裁色してる。独裁色か、これそうか、はい、そうですね。いや分からんけど、でも、うん、だからある意味、はい、もうお笑い最強変人集団と言っていい、はい、大阪芸大出身でもある、はい、あ大阪芸大ね、はい、もう今賞レース、はい、誰います、大阪芸大。ミルクボーイ、空気階段、モグラ、オーダーウェイで上田、僕ら以外みんなチャンピオンそうか、いやそうやね。でもキングオブコントも化粧も2回行ってますもんね。まあ、で、R1 も行ってるのに、なんかルミネで、はい、それこそ大阪芸大ライブみたいなのがあって、で、その大阪芸の学長から、はい、その直々に手紙が来て、オープニングで読むってなって、で、その、M1 チャンピオンのミルクボーイさん、はい、キングオブコントチャンピオンの空気階段さん、はい、ザ・ W チャンピオンの小田上田さん、はい、それらと仲良く過ごしていた七曲さん。なんかあるやんと思って、めちゃめちゃいじられたよ。いじられたら友達みたいな。一応スーファイナリストやね。そうスライドですよね。かすむもかすむもかすむ。そんだけチャンピオンで出たら確かに。まあでもまあ僕らももう自他ともにもまあ認める。もう芸人の中でやっぱどっかで狂気的なリスペクトをしてるじゃん。あるね。やっぱあんなネタ、森下さんがピンでやってるあの変なコントライブあるじゃないですか。あれで森下架空か、ね、森下架空、あれは、一回出てくるか、はいはい、あれは多分僕らが13年経験したコーナーライブで、ダントツで一番面白かったです。でも、何が面白いのって聞かれた時に説明のしようがない。ゴッドタンかなんかで、ね、喋ったその打ち合わせで、こんなライブがありますっつって。そうで、でも内容がうまく説明できなかったんで、大宮からちょっと動画を取り寄せてくださいってなったんですけど、やっぱり本番使われなかったですね。はい、やっぱ分からんか、なんで説明していいか分かんないですよ、マジで。あれは今後多分開かれた時ぜひね、もう来れない人は配信で見てください。あれ多分配信何万枚も売れていいよ。マジでノーマルの声、お笑いファン大好きですから、絶対に。お互いじゃランキング出ますかね、はい、今回ちょっとランキングで実際いろいろ森下さんの中にはリトル森下っていう、まあ、いらっしゃいますからね、まあ、コアがいるとされてます、ね、お互いには初瀬さんは森下さんの、森下さんは初瀬さんのみたいな感じで、やばいところ、はい、やばいところ3人、はい、ベスト3、はい、ベスト3、全然3つが足らんで、ほんまにめちゃくちゃあるから、ほんまに。なんで収めてください。こちらこそです。でも森下さんもあるんですよね。こちらこそ、マジでまだバレてない、初瀬気づかれてない、水谷気づかれてないだけなんですよ。はい、分からん俺は。これだけは聞いておくと、はい、大阪芸大自体は、うん、変人が多いんですか、やっぱ。あ、でも、うん、多いかもしれない。普通の大学じゃないから、芸術大学だから。で結構な大学には馴染めたんですか、やっぱ。大学では俺は、いや俺は学科自体には馴染めんかった。その俺映像学科やったんやけど、で、落ち研っていう落語研究会のメンツが波長が合うから、もうそっちばっかりおるみたいな感じやったから。俺は、3つ掛け持ちしてて、実はそう。3つ掛け持ち、落ち研以外。落ち研とブレイクダンスサークル。もう一個、もう一個、もう一個。もう一個が、ラグビー部だったんだけど、はい、それはちょっと大学でめっちゃ好きな子できて、はい、でその子はサッカー部のマネージャーやったの。ああ、でもサッカー部入るとやらしいから、はい、同じグラウンドで見れるラグビー部に入る。キモニさん、いやキモニさん、ちなみにこれ僕の中でのベスト3入ってませんか。全然入ってないし、これ近くで見たいがためにラグビー部入るっていう。アメフト、アメフト、すごいな。い
いや、ちょっと今の時点でもちょっとパンチ効いてますけど。どっちから発表するかというんですか。八瀬さんが森下さんを発表するのが最初なのか。先行後攻がもう見えないので。どっちやろ。最後、じゃあ森下さんの1位が最後になる風にします。じゃあ、それで、ね、森下さんから喋ってもらいます。森下が俺ら3位じゃないですか。3位、八瀬さんの変だと思います。3位がですね、はい、まあ、あれかな、あの、ズボンのパンツのシミです。パンツのシミ。この、なんか、結構僕らとか、まあ僕らがよう出てるのは、あの、GAG さんとか、末広がりやら、コマンダンテやら、トットやらみたいな、あの辺でやると、その、ライブやると、大体、脱ぐみたいな。まあ、なんか1日1回ぐらい発生して、で、こう、脱がせたり、自分で脱いだりするたびに、あの、シミが必ずついてる。いや、100の100。え、でもそれ トランクスとかじゃないですか。いや、トランクスというか、その、あれな、ボクサーパンツとか。あ、ボクサーパンツですかね。はいはいはい。そっから、まあ、シミにはなってるよ、それは。その、いや、それは、その、俺もだ怖いね、自分が。その、毎回シミがあるから。その、で、俺、あまりにも、その、シミばっかできるから、ちょっと、病気ちゃうかなって思って、なんか残尿みたいな、自覚はないからさ、怖いから、泌尿器科みたいなの行って、で、その、おじいちゃんの先生が、ちゃんと見てくれ、なんか、エコー検査して、なんか、その、そこに尿が溜まってたら、その、残尿の毛がある。で、そばーって見てくれてさ、で、しばらくその結果が出るまで待ってさ、で、結果出ました、つって、その結果から言うと、そのエコ検査でその尿は残ってないですよ、はいはいはい。なんで、あなたはチンチンを振ってくださいって言われて。シンプルに。シンプルな理由やそんな。チンチンを振ってないから。チンチンに残ってたから。チンチンに残ってるだけやろ。ラストちゃんと絞ってたよ。そうそうそう。ほんで、なんかそのライブでその話をして、はいはいはい、いやほんまか。でもそれ振るようになったっつって。振るようになったよ。じゃあ今見せてよって言ったら、はい、北海道ぐらいの新鮮。いやもう分からんこれは。謎ですね。謎。マジで謎。じゃあ初さん3位も、はい、森下さんの変なところ。はいはい、3位は、帰省です。あ帰省。森下の帰省です。帰省。よく走ってる。はい、鬼越も知ってるよね。たまに、はい。ピーみたいな。そうです。そうですね。はい、一番多いのフェーン。フェーン。はい、そこで楽屋で、フェーンって聞こえたら、大宮の楽屋とか、はい、あ、またいらっしゃるなっていうのは。はい。はい、それはでも、なんかプラスマイナス岩橋さんとかも、いやーとかはあるし。でもひどい時めっちゃひどいから、ほんまもう、いやーみたいなずっと言うし。で、まあこの経緯で説明すると、はい、もう最初は、でも本当あれですよ、でも皆さんが、あるあるで言うと多分風呂場とかで、あ、今日滑っ、滑ったとか、あ、わかりましたとか思い出して、ね、ちょっとクソとか言っちゃうぞ。いうあるあるが、なんかちょっと多発しだした時期があって、急に。で、あーって途中でちょっと、まあこういう場でも言っちゃってたんだけど、で、それを、あーだともうびっくりするし、はいはいはい、不快やと、やろうかなっつって、せめてもの抵抗で喉を、来るって思ったら喉を調整して、ウィーン可愛くしてんねんな。可愛くして。自分なりに可愛くしてんねん。可愛くして。みんなわーってやったらびっくりしちゃうと。みんなの髪変えてるんですね、じゃあ。ウィーンってやれば、なんかまだファニーというか。ああ、はいはい、そうですね。で、まあ、言ってるんですけど、まあ、バイトしてた時期、はいはい、バイトなんでもう、めっちゃストレスじゃないですか。はい、で居酒屋のキッチンでバイトしてたんですけど、うん、もうそこで、ウィンウィンウィンでもう客席に聞こえるぐらいバイトしてたんですけど、そしたらなんかお客様ノートに書かれてたんですけど、そこを自撮りで有名なこう自撮りをしている居酒屋だったんですけど、鳥の自撮りで、その場で鳥を締めて、疑いが立てる。アンケートに書かれたらしい、ここのお店は新鮮な鳥が出ているようで、みたいな、なんか。多いな、お客様の鳥。めちゃくちゃ怖いな。自撮りを締めてるんじゃないかって。ウィーンとか、まあ、で、まあ、たまに、結構僕でもわかんないですよ。ウィーンの時もあるし、はい、ファムローとか、ええファムローとか、ファンミナとか、はい、モンベラスとか、はい、あ結構ある。何種類かあるんですね。何種類かそのき、自分ででも、それファニーにした結果ってことですね。結果ただ、なんか、言ったら、
他事務所の吉本以外の事務所の人ら、崖のライブとかたまに言ったら他事務所で呼ばれて、で説明できる人が誰もいない状態でファンだとか言ったら誰も反応しないんですよ。いや怖いもん、めちゃくちゃ。でもうその謎のまま変えるとか。初めての人、俺らはもう説明受けてるんで、その一回ね、その聞いてるんで分かりますけど、他の人は何を言ってるんだろうって思うじゃないですか。確かに。まあ、ただ、そのなんか発展系で、一回怖かったことで言うと、はい、それこそこの本社近くですよ、はい、あの本社に向かってたのかな、はい、あの靖国通りの、靖国通り、あの新宿の、はい、でお昼間ですよ、はい、でめっちゃ人いて、で赤信号で止まってたんですよ、はい、靖国通りの道路の、小田原道路。で、20人ぐらい溜まってたから、ちょっと後列の方におって、人生で一回だけですよ。僕、チンコって言いたくなっちゃった。いや、すごいな、もっとありそうだな。人生で一回。チンコって歩いてるときに、ちょうどこの赤から青になって、全員が動き出した瞬間に、もう我慢してたんですけど、漏れちゃって、チンコーって言ったら、もう全員がこう振り返って、バーって。で、ただそのストレスで、ウィーンアンサーアウェイ、もうアンサーアウェイが出してもうクススパイラル入っちゃってる。全員が前向いたやばいやつだ。チンコで振り返ってる。自分で前向いたチンコ、押し返す、押し返す。あ、やばい、見ちゃダメだよ。ちょっとおもろすぎるわ。本当にやばい人だと思いますね、これは。まあじゃあ今の、サイか。サイです。今のがサイ。サイが今の。サインですよ。皆さん、サインですよ。規制がサインです。はい。じゃあ、森下さんが次、初瀬さんの2位ですね。はい。まあ、これは、あれですね。食生活ですね。食生活。俺気になるな。あんまりいいイメージがない。なんかちょっと僕、変ちょっと変がめっちゃあるというか、まあ、例えば、ちっちゃいパンを常に食ってたりとか。ちっちゃいパンってあの山崎の5個入りのやつある。100円のやつ、はいはい、あれめっちゃ好きで、しかも100円ぐらいで、で小腹すくのがめっちゃ嫌で、僕そのもう常に埋めたり。マッチョじゃないですもんね。マッチョの人って、はい、そのタンパク質なくなるの嫌だから何回かに分けて小腹すかせないじゃないですか。あ、そうなのよ。そうですよ、みんな栄養分一気に食わないですよ。7回とかに分けて食うんですけど。なるほど。いや、俺はメシはメシでちゃんと食うね。3食ちゃんと食うて、その合間の時間も常に腹を満たしときたいの。その、はぁ、もうちょっと満腹で。だからちょうどええねん、あれが。だからもうネタ終わったらすぐ食うて、はい、そのライブ終わってもすぐ食うて、みたいなのを。そんなに腹減るの嫌なんですか？いや、なんか、いや、嫌じゃない、腹減るのって。いやいやいや、でも、なんかもう元気がすぐなくなるというか。でも腹減るから、夕食楽しみだなって、この後何食うよね。そうよね、ほんと。で、ご飯食べるっていう、はいはい、美味しさが。いや、ややこしいねんけど、別に食ってても、その夕食は楽しめんねん、俺全然。うまい、ちゃんと食えるし。めちゃくちゃ腹減ってなくても、全部美味しいと思える。全部美味しいと思える。全然食える。大食いではあるんです。大食いでもないねん、それが。大食いでもないと。それ怖いな。うん、だから別にその大量のなんかでっかいやつみたいなのは全然食われへんし。はい、その、だから常に腹が減りたくないっていう感じというか。まあ、足して、うん。で、なんかその、でそれをなんかネルソンズとかが目をつけて、はい、やたら楽屋でいじってて、だからちっちゃい、初瀬の春のちっちゃいパン祭りみたいな、はい、ライブにもなってライブっていうぐらい。でもなんかもうそれも本当に恥ずかしいらしくて、はいはいはい、だからもうネルソンズの交番に行ってたらもう見つかりたくないからパンやめて、そのだからちっちゃいパンを食ってたら絶対言われんねんな、はいはい、また食ってる。また食ってる。いや、でももう、俺からしたら別にええやんって思うんや。言うたら、まあ、何がそんなまた食ってるやねんと。確かに、だからもう、嫌で、だからもう、その、だからもう言われるようになって、もう嫌になって、はい、交番見つけて、あ、おるわってなって、買わずに持って、で、はい、で、その、忘れて、その、言ったら、買っていった日があって、はい、で、その日、うわ、ネルソンとかなんか大宅とかさ、はい、その辺が目つけられてるから、はいはい、もう、いや、でも、カバンの奥底にしまって、はい、その日は食わんかった、俺。もういじられたくないから。はいはい、で、その一週間ぐらいに真っ黒のちっちゃいパン出てきて、忘れてるのって、その、
真昼食の給食のパン腐らしたみたいな真っ黒のちっちゃいパンもなんか パン、ちっちゃいパンがそれこそネルソンズで、はい、あかんってなったらなんか1本満足を2本食べてるんですよいつも今1本満足はそのまだ誰にも何も言われてないから俺が、ね、今ちっちゃいパンから1本満足に今移行してるっていう段階で1本じゃ満足できないですね全然できないもうちょい欲しい2本ってほんまに全部変やねマジで、はい、その氷山の一角でパンがあるからしたら、はいはい、あともうジュースとか4種類ぐらい持ってるよねいつもえ野菜ジュースとあそれ気づいてた気づいてるわいや俺あんま言われたことないから相方からやっぱり どうてんすか気づいてる4種類ってジュース本当にその、まあ、ジュース好きなんですけど、はいそのこれ分かってくれるかこれでも確かに俺以外で見たことないねこれ分かって、はい、これ見てる人分かってほしい分かる人思ってほしいな急にテンション上げてそうそうテンション上げて俺嬉しさに気づかれてると思ってなかったからビビったそのあの、はい、それこそパンですけどパンは、はい、たら甘いパンしょっぱいパンみたいな感じで買ったりするやん、はいはいはい、その感じで俺例えばその無糖のカフェオレ、はい、のこれはその俺の中で苦いジュースやね、はい、なるほどでその 100% のグレープフルーツ、はいはいはい、これ俺の中で酸っぱいジュース、はい、酸っぱいジュース、はい、でオレンジジュース、はい、これは俺の中で甘いジュース甘いジュースだ常にこの3本ぐらいを常備しときたい俺はそのカバンに入れて苦いでそうそうで喉が渇いたりとか欲しくなったら、はいまず苦いジュース飲んで、次甘いジュース飲んでとか、なんか、そのなんか、飲みきんならまだおかしい。確かに。この、交互に行く。ちょっと、感覚その3つが入ってるんですよ。そう、カバンに、その、ライブとか、その仕事の前にコンビニ寄って、その3本ぐらいを買って、で、調子いい時は、ポカリもその中では別種類やから、その4種類ぐらい買って、そのポカリ900ミリだよ。そう、コスパがええねん、セブンで180円やん、俺。でかいしかも全部飲み切らへんねん別にあちょっと次の日置いて次の日をしてもあんねんちょっと圧がすごいちょっと言ってくれいやちょっとこれは分かってほしいねほんまにいや同じ人いますかねいやおると思うんだよな、ね、味を混ぜたいんですかそのいや混ぜたいというか口があるやんそれで何言ったらカレーの口とかあるやんそれこそコーヒーの口オレンジジュースの口が言ったらその時々によってちゃうからだからちょっとずつ飲んだらだからそのライブ終わり、あ、コーヒーの口あってコーヒー飲んで、で、あ、オレンジジュースの口はオレンジジュース。普通だと喉が乾いたじゃないですか。この間腹立ったのがなんか幕張で、でなんかもうちっちゃい喫煙所のところってちっちゃいレッドブルがあるね。そこに4つぐらい自分の飲み物を置いて、で俺がなんかレッドブルだっけなんかを飲んでたら、俺のレッドブル飲み出して間違う。レッドブルはレッドブル好きやし、俺の顔って言って、なんで間違えることあるの。自分で買ったとき いや俺もレッドブルもたまに買うから俺のやったっけなっ4つもあるからもう分かってくれちゃうごめんね1本だけ変ですねマジで変ですねちょっとずつ、うん、いろんな味を飲んで飲み切りはしないそうそうさらにその中で多分一番やばいのが、はい、なんかヘパリーゼをよく飲んでたんですよ。ヘパリーゼねなんか肝臓だったっけ肝臓とかもしかしたら悪いかなと思って聞いたからいやあの味が好きやからヘパリーゼいやいやパイン味やであれちょっと甘いやつちょっと甘いパインジュース濃いめのパインジュースやあんまり味飲むしないですよあの味で飲むにはあれ高すぎますっていやそれ酒飲む前に飲むまぐれかしいよいやだからその俺の中での感覚ではそのだ肝臓にいいパインジュースやからさらにお得感のほうがそのお得なパインジュースが飲めてるんだよ野菜ジュース感そう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 美味しい美味しい美味しいし肝臓にもいいから高い高いっすね、うん、だちょっとだそれも体にあとなんかその食ではないねんけど、はい、なんかよくあのアンメルツみたいに塗ってんのよああよくめっちゃ、ね、ネタ一緒に作ってるの、はい、そのずっと塗ってて、はい、であの一回その首痛いのって聞いたら、はい、いやスースーするのが好きやねんいやめっちゃ気持ちいいやアンメルツ俺悲しいよ凝ってるわけじゃないのおかしいそれはその首のスースーあんなあれしかないやん首をスースーさせるまあまあまあ一回その着替えて脱いでるとこ見たらここ真っ赤塗りすぎて逆効果塗りすぎていやでもそれも気持ちいい全然異常ですねやっぱでも本当になんかすげえな企業がその商品出してる意図と違う部分で楽しんでますねまあまあそうかそうなのかな
ちょっとね、はい、森下さんの2位ですよ、初瀬さんが発表する。あ、だ次がね、今のインパクトがすごすぎて、はい、じゃ森下さんの2位をお願いします。森下さんの2位、はい、これも食生活なんですけど、はい、同じ、はい、もう森下君は自分の家で飯が食えないっていうのは、これはほんまにね、やばいっすよ、やばいっすよ、なんなんすかね、それ、まあ、それこれマジで、まあ、そうですね、結構話ですけど、まあちょっとざっくり言うと、はい、最初18歳の時一人暮らした家が、まあちょっとめちゃくちゃ汚くて、うん、で、まあちょっと、夏場にバルさん抱いたら、こう、G がこう55匹死んでたんですよ、はい、うわぁ、松井秀喜ですね、はい、松井秀喜と全く同じ G55で、いうぐらい汚いところだったんで、はい、ちょっと神経質で食べれなくて、はい、で、4年間、ずっと住んで、で、引っ越して、で、ちょっと無理して、13階建ての6階みたいな、で、結構綺麗なところ無理して住んで、はい、じゃあここでご飯食べるわと思って食べたら、もう自分の家がもう汚いっていう概念になっちゃってて、でも吐いてしまって、はい、で、そっからもうずっと、引っ越しても引っ越してもずっと食べれなくて、ずっと家の外の駐車場で自分の家の外観見ながら飯食ってた。ほんまいないっすよ、こんなやつ。もう何回聞いても面白いわ。これやっぱ、ちなみに水とかも飲めないですからね、その飯も水も、で、タバコも吸えない。で、家で何もできない、ほんまに。タバコもダメなんですか？タバコもダメ。まずくらなるらしい、家やっぱ。家じゃないですよね。じゃあもうそれで外出て、その自分の家見ながら、そうそう。吸うってことですか？吸う。だから俺一番びっくりしたのは、もうこのエピソードも昔から聞いてた上で、あのテレビ局がさ密着して隠し撮りしてたよ。あったあったね。そしたらもう飯の時間とかタバコとか水になったら、森下さんがあの部屋出て、部屋のねエントランスですよ、アパートで食ってるのを一番俺異常に感じたのが、もう隣人の人が普通に通り過ぎてる。あれもう一番毎日だから、あれもう俺面白すぎて、あと異常すぎて、なんか DM でこう来たことあったんですけど、あの外でご飯食べてまして、はい、てて、はい、今度声かけていいですか？本当ファンができてるからさ。そでもあれはもう森下さん的に必死ですよね。腹減ってるし、まあでも日常になっちゃってるな。他の人に見られてるのは気にならないですか？気にならない。したことないな。もうでももう家では絶対もう。食いたくない無理無理無理、はあ、新しい家に引っ越しするってなって、その引っ越しで言うたらその内見行くやん、その内見の時に言ったら、こいつからしたらその次の家、だからその元々は家が汚いっていうトラウマでなってるから、次の家はもう綺麗めな家で、で家に住むまでは分からんらしいね、言うたらその自分が、でも、だからその綺麗めな家をいろんな内見していくやん。で、その内見するときに、こっそり炭かずかじるらしいって言ってますよ。この家では食えるかなちょっと。マジか。そう、食え、あ、で、あ、まずいって感じたら、この家なしみたいな。水と天然水と炭かずポケット入れて。で、あの、不動産屋さんに内緒で。え、その駅から近いかとか、そういうのじゃないですよね。うん、ああ騒音がどうとかじゃなくて。スニッカーズ食えるから。違う。で、その、何軒かやってて、で、結局さ、あの家決めて、はい、でちょっと、割と、今までの中では、ハイクラスな家なんですけども、そこが、もうめっちゃ変な話なんやけど、なんかその日ね、スニッカーズがなかったの、コンビニで、俺が行ったところで。で、ちょっとなんか、新味のもう新しい買ったことないその同じようなバーを買ってさ、はい、でその家で内見した時にこう食べてたら、あなんかうまくなかったね、はいはい、あだからあのここも無理やと思って、で、あもうじゃあここ無理かなと思って外出て、それまあ残りもったいないから食べたら、はい、うまくなかった、ね、そもそも新味やからこうそもそも俺の口に合わせてなんか甘辛いさ、あんなに美味しくないやつ、はいはいはい、でじゃあ分からんぞってなって、はいはい、そこにした、あそこにしたんですね、あそうで、なんかそれこそ YouTube の生配信とかやったんですけど、なんかね変な結果、あのメゾネットなんですけど、なんか4階5階なんですけど、その下の階の方がちょっとより無理で、4階だったらまだギリ水とか飲み込めはする、で特に飲むブルーベリーヨーグルトだけいけるみたいな。こいつ自分でも分からんねん、それもう自分がいけるかどうかやから、かだからこいつが言うにはその、だから
おにぎりとかはより無理らしいね。より無理。そのね、うん、米あるじゃないですか。はい、おにぎり、風機ってコンビニので。ピッピッってやった瞬間に、はい、こう米に隙間あるじゃないですか。はいはいはい、そこにこう家が入ってくるんですよ。わかります？これを言うんですよ。わからない。わからない。その間、敬語なのもめっちゃ怖いです。わかります？で、その、俺めっちゃ後輩なのに敬語なのもめっちゃ怖いです。家が入ってくるんですよ。あるじゃないですか、はい、その空気の隙間に家が入ってくるんですよ、はい、だからもう口入れた瞬間に家ごとおにぎりが連れてくるんですよ僕は中にそれがすごい嫌で、はい、だから外でだったらこうあれがめっちゃ好きだよ、あのパスタ、あパスタ、はい、あのサラダパスタ、はい、サラダパスタ、あれもうタレかけてこう混ぜる、はい、それに食ってみたんですけどもううえってなって、それもう家をさ麺に絡めるわけですようわ家をかき混ぜるわけ、こう分かる、その理論、はいはい、で言うと、例えばペットボトルの方ギリこう新品のものだったら開けた瞬間に家が重力でこうポンって入ってくるやん、はいはい、でもそれをこうギリギリこうやってこうすればまだ家が少ないというか、はい、で飲むブルーベリーヨーグルト最高なのがこうパックでこうこういうタイプ、はい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 、ヨーグルトドリンク、はいはい、でパンって刺したら、はい、そのまああのストローね、はい、でこのストローをパンって刺したらまだこう家が入ってこないでしょ。家が、まあ、これを家が取り止めてるから。こうしてスッていって、こうする、はい。で、例えばその漏れた家があったとしても、はい、でもこう吸い上げるタイプだから、はい、そのまま密封状態の中から吸い上げる。はいはい、だからいい。意味が分かんないよ、それ。だからいいんだよ、じゃない。もう一回言ってみよう。聞いてられよ。最初から聞いてよ。さすがに。いや、すごいね、ここまで来ると。なんて言っていいか分かんないよね、ほんとに。でも、完璧症でもないし。でも、ある意味さ、じゃあ、芸大卒ですって言うのが、一個、名、まあ、あの、まあ、芸大ですもんね、みたいな、いい意味で使えますよね。そう、本当に最後、これがもし、もし、もしたらな、これで、別に僕、中卒に偏見ないですけど、中卒ですって言ったら、もう、ちょっと、確かに。じゃないですか。確かに。なんか、芸大行くような、いろんな芸術的な感性がある、感性があるんだろうなって。特殊な、まあそういうことにしててもいいんだけど、はい、俺ら実は放送学科と映像学科って言って、はい、全然芸術関係ないんですよ。カメラの勉強したりして。ただの。でも俺たちが芸大特殊してるかもしれないね。そう。確かに。こっち中卒やったら見てられへんの、確かに。じゃあ次は、森下さんが選ぶ1位。はい。そうですね、初瀬さんの1位。初瀬さんの1位。はい。は、まあ、もうこれはしょっちゅう言ってるんですけど、はい、にゃんにゃん好きですね。はぁ。にゃんにゃん好き、まあ、今も結婚して、はいはいはい、奥さんとか、はい、奥さんとか、はいはい、奥様がにゃんにゃん。奥さんにゃんにゃん。奥様は何て呼ばれてるんですか？奥様からワンワンって呼ばれてる。ワンワンにゃんにゃん。ワンワンにゃんにゃん。で、最初、はい、吉野ってやつじゃないですか。吉野さん、ありました。吉野の、はい、それこそこういうところで。はい、はい。で、まあ、こういうような感じのことを、はいはい、吉本のやつで。はい、時に、なんか、でその時彼女いるかどうかも知らん状態で、初めて知った時も、あの、言ったらコメント欄あるじゃないですか。はい、でそこで、あの、初瀬さんがこの間、あの、街で路上キスしてるとこ見ましたって言って、えってなって、はい、路上キスって言ったら、せやねん、言ってなかったけど、実は彼女できてん。あで、それがニャンニャンだったんですね。ニャンニャンですね。っていうぐらい、もうなんかこう、まあ、ラブラブなのはいいんですけど、ラブラブなのは、ね、止まらないというか、はい、あもう人前でも好きやなぁ俺もツイッターにもさ、その、あつさんって言ってますそのアカウントありますよね、はい、あ、ワンワンアカウントかこっそりプライベートでやってるワンワンアカウントこっそりじゃなくてめちゃくちゃ出てきてますいや、すぐめっちゃワンワンアカウント知らないわからない、ワンワンアカウント俺はよく見るけど、どんどん回ってくるんですよ、うん、一緒になんかそのワンワンとニャンニャンでどっか行ったとか顔出してないですよね。ニャンニャンの顔は出してない。俺の顔は出してない。なるほど。そうでしょ。なんで外せた？なんで外せた？俺の顔は出してない。意味わかんないです、それは。もうでも長いんですか？そう、4年付き合って最近結婚させてもらって。ずっと。なんか、その、キスとか、やっぱ、しちゃうよね。やっぱ別に、見えへんねん。やっぱ一緒におったら、外が。その、だから、ルミネの、エスカレーターで前後になったらもう我慢できへんねんやっぱチューしちゃうねんえみんないるのもう周りめっちゃおるけど何やろ
なんだよな、ば我慢できへんくなってまうわ。あとなんかいろんなキスの、なんかたまに聞くんですよ、はい、いろんなキスあるやん。ああ映画館でも、ね、映画もほんまに映画もうみんなせえへんのかな。そいや、しないっすよ。しかもなんか恋愛映画とかじゃなかったよ、確か。ミッドサマー見ながら。ミッドサマーミッドサマーどういう内容ですか。結構、まあ、サイコホラーその、怖すぎて、やっぱそのどのタイミングでするんですか。その、めっちゃ怖い、あのなんか少女みたいなのが、はい、崖からバーンって飛び降りて、はい、クワーンってなってると怖すぎてやっぱ中止しちゃう。怖すぎるか、やっぱっあー怖いってなって。でもそれ横見たらねえねんおるから、にゃんにゃんもこっちは反応してくれるってことですか。反応してくれる、反応してくれる。もう俺がこう見たらこう向いてくれるから、こうやってくれる。にゃんにゃんも別に、うん、あらもうここではやめてよみたいなのないじゃん。その課長が合うねん、やっぱにゃんにゃんももうめっちゃ喜んでしてくれる。拒否られたことないんですか。拒否られたことないわ。どこでもどこでもやってくれる。仲いいですね。すごいな、ほんまに。あとあれはあの、うん、なんか俺らが2日ぐらいだったっけ、お2連休か、せいぜい3連休やったっけ、はいはいはい、がなんかたまたまあったんで、で、明けに、うん、あのルミネの出番の時にあの着替えてたら、で、大宅と俺とその4人ぐらいで話してて、はい、で、着替えながら、で、昨日実はニャンニャンとオフやったから、うん、ずっとホテルになんか延長して、ずっとおって、はいはい、で、その後も一緒におってんって言って、はい、脱いでたら、中からティッシュ出てきて、はい勘弁してくれよ、ほんま勘弁してくれよ、ほんまいや、ほんま、あれはビビった。俺も時間がなかった。別に、でもそんな、まあ、何のフォローか分からないけど、そんなやってないっすよ。いやいや、まあまあ、そんなや、ずーっとやってたわけじゃないよ。そんな、まあ、はい、バキとコゼみたいなことない。そんなことない。ティッシュも、本当に、100個ぐらいありますからね。そういうことではない。別にたまたまや。たまたまのアクシデント。たまたまのアクシデント。でも相当仲いいし愛妻家ですね。いやまあ、うん、好きやなほんまに。その時も話も変で、うん、で、まあ、ホテルでもう延長に次ぐ延長で、うん、なんだっけ20何時間おって。30時間だった。ラブホデートめっちゃいいっすよほんまに。家あるのに。家あるけど、はい、で当時ルームシェアしてたから俺。ああ。そうそうそう。だからホテルで30時間でずっといたら何してもええやん、部屋その汚してもええから、やっぱめっちゃ楽しいんだよずっとテレビとか見ながら。あそれこそ俺この間久しぶりに、今はもうほぼ一緒に住んでるんですけども、そのなんかダウンタウンデラックス新婚スペシャルみたいな、ああありましたありました、うん、あれの言ったらラブラブカップルみたいな新婚スペシャル、たまたまニャンニャンとラブホで見てたらついてさ、それをキスしながら見てる US か。本当のラブラブだぜ。俺らもやなーって言うな。芸人だったら出たいなとかだったら分かる。いや、全く、なんか不思議なもんで出たさを感じひんかった。なんか、なんかみんな一緒やねーって思って。にゃんにゃん的にはそれこそそういう企画があったら、うん、はどうなんですか、テレビ出演。な、めっちゃ微妙なとこやな、その。で、一般の方ですもんね。そう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 。やっぱり、あんまり、そこは絶妙なところで姿見せたくないし、やっぱり、うんうん、今のところ。しかも一回やっちゃうとやっぱり、まあね、そう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 。一回こっきりっていうのが大事ですよね。そうやね。家の V だからな、めっちゃおもろいけど。顔モザイクで、家の V とかだけやったら。モザイクやったらもしかしたらいけるかも。それまだ聞いてないけど、ほんまに、ほんま、まあ、いや、ありがたいよ。こうやって、まあ、そういう芸人やからさ、こうやって仕事につながるとかはもちろんあるんやけど、ま、マジで、心底仕事に繋がらんでもいいと思ってるから。だから、今もう、仕事でイチャイチャじゃなくて、うん、もうプライベートで、うんうんうん、あの、仕事は別で芸人やるから、プライベートで好きすぎる。いや、ほんまに、もう仕掛けないけど、最近さ、言ったら、その、芸人やったらさ、はい、その、芸人と一緒に帰ったりとか、はい、その、合間なんかみんなで飯食いに行ったりとかするやん、はい。俺も別に、まあ、たまにはすんねんけどさ、はい、やっぱ俺、ニャンニャンに電話することが我慢できへん。もう無理やん。無理な。もう、マジで無理やん。その、はい、もう、あっかも電話したいってなるから、もうずっと、芸人と話してても、そわそわしちゃうから、だからもう、あえて、その、一緒に帰る感じなのをちょっともう遅らして、はい、そのそっからもうイヤホンつけてすぐ電話して、あ、今終わったよ、つって、はい、もうその、
その時間がめっちゃ、もう家帰ったらおんねんね。家帰ったらおんねんけど、はいはい、もう早く喋りたいから、いろんなことを。ちょっと待って、引くなよ、ね、みたいな。思い出して。外で、飯食って、飯食って、外で飯食って、引いてる。この構図が怖いっすよ。その、わかる、渋谷のさ、はい、ちょっと俺らだけなのかもしれないけど、はい、ベローチェっていう。あ、わかります。はい、無限大ホールです、はい。無限大ホール出番で、で、その前にベローチェでちょっと打ち合わせとかなんかネタ考えさせてて、はい、で、もうあの、距離ってもう、1分あったら着くじゃないですか。確かに確かに。もう100メートルぐらい。はいはいはい。で、まあネタの話してて、ってなってて、で、その2人で、まあもう行からない、いいやから、つって出て、で、ちょっとハッセの方が先に歩いて、で、俺が後ろやったら、パーンと思いついて、あ、これ言いたいと思ってハッセにこう言おうとしたら、もうニャンニャンと電話してて、100メートルの。すぐ切ることになるやん。やっぱすぐ切ることにはなるけど。そうでもそれぐらいでもちょっとでも時間空いたらしたいんですね。したいな、なんか。で、ニャンニャンもう全く嫌がってない。全く嫌がらず、ほんまに。もう最高のカップルですね、それ。あの、本当に相思相愛。いや、ほんまに、そうやろ、ほんま、ついに見つかった。あと、美容室に、あの、ニャンニャン、結構高い3、4万ぐらいの美容室も奮発しておごって、はいはい、で、隣で、女性だけの店で、はいはいはい、あの、隣で見ててもいいですかって言って、え4時間ぐらい。えそう、ニャンニャンが、その、ずっと行きたいって言ってた、なんかちょうどいい美容室があって、ついに予約取れたって言って、全裸の、その、ほんと楽し、めっちゃ楽しみにしてて、で、これつ、で、まあ、カラーリングとかもあるから、ずっとニャンニャン見たいわって思って、ちょっと、その店員さんにちょっとよ、なんか、なんでもいいんで、その椅子、隣に置いてもらってもいいですかっつって。で、全然いいですよってなって、まあ、優しい店員さんで、丸椅子置いてくれて、4時間ずっと寝てるっていう。その変化してる様をちょっと切ったりとか、色落ちしてる様とか、なんかその。それ見てて幸せなんですもんね。それ見ててずっと幸せ。なんか、あんま買っていってるわ、と思って。いいですね。今のが、1位ですね。じゃあ最後、初瀬さんが思う森下さんの変なとこ1位で。はい。わかりました。最後です。はい。これは、でももう、これやと思います、はい。頭の中にもう一人いる。あもうこれです。もうこれでしょ。これです。これはやっぱ断トツ1位かもしれん。結局やっぱ、知らんもん、こんな人。どういうことだ、どういうことなんですか。改めて言いますと、はい、そうですね。僕があの頭の中で、もう一人の自分がいて、でそいつに指示されて、でその指示に従いながら生活しているっていうことなんですけど。だからその森田さんの、気持ち的には、もう違うことやりたいっていうのはあるけど、こっちの森下が、うん、そう違うことやりたいもあるし、やりたいことがないときに、はい、そいつに例えばこの机の四隅のこの丸の部分を、はい、2回指で右に回せとか、はい、指示される指示されたらもうそれをしなきゃいけないとか、まあ、あのよく言うんであればこう自動販売機でこうコーラ飲みたいときに、はい、コーラのボタンを押そうとしたらホットコーヒーを押せって言われて、もう仕方なくホットコーヒー飲みたくもないホットコーヒーを飲む。え、階段2段上がってたら3段下がる、2段上がって3段下がるで下の階ついちゃうとか、あの洗濯機回してて、で回し終えて干そうと思ったらもう一回回せって言われて、もう一回回して、え、それはもうその頭の中にいるんですか、声が聞こえてくるんですか。昔はあのはっきり声聞こえてきたけど、最近はちょっと薄くなってる、めっちゃ。だけど、頭のカイジとかの、はい、あれ漫画で、はい、こう、丸いふにゃふにゃの、はい、言ったら、吹き橋みたいな、はい、はっきり音出す、はい、あの潜在意識のちょい上のやつ、はい、言葉、言語化してるけど、はい、口に出してないっていう音と一緒。明確にでも、その事柄伝えてくる。で、あの言語化はされてる。はこのがこうバッて聞こえてくるっていう感覚かな。最初のボタンしてる、その中学の時に。最初のそれ、ザ・ファースト。ザ・ファースト。ザ・ファースト。ザ・ファーストでした。あの中学3年生の頃に、僕はあのクラス替えでこう好きな女の子できまして、はい、で、もうずっとその子の子見ちゃって、で、うわ、やばい、好きだってなるけど、こう思春期でこう好きなことが恥ずかしい。恥ずかしいですよね。だから、この好きだけど、いや、好きじゃない。いや好き、あ好きじゃない、あ好きじゃない、好きじゃないってやったら、好きなんだろうっていうのが聞こえてきた。それが初めて。天使と悪魔みたいなことだと言ったら。
で、もうそれがもうはっきり誰かに言われたぐらいの音量で聞こえて、だからもう僕、え、誰だって、その授業中立ち上がって。好きだ。え、好きなんだろう。それが一番最初ですか、聞こえた。好きなんだろう。で、俺それで相手しちゃって、この。それが、言われた僕らもね、だからリトル森下っていう名前をね、まあ、ね、名前は一応リトル森下でいいんですか、正式名。リトル森下がまあ、ポピュラーというか伝わりやすいから、はい。はい。だからリトル本田がいる前から全然、そうですね、リトル森下がいたと思う。でも、基本苦しめられてきたというか、まあ、その、ちょっとした苦しみですけどね、本当になんだろう。カレーマン食べたいのに、はい、アンマン食べさせられたりとか、ちょっとしんどい。ほんまにちょっとしたこと。だから大体コンビニ行った時に、俺第一志望の飲み物買えないのよ。うわ、ミルクティー飲みたいってなったら、はい、それをだけはやめろとか言って。もう、それのリトル森下の指示は絶対ってことですよね、自分は。そうね。それもし、ハムかったらどうなんですか。ハムかったらちょっと気分悪くなる。あ、自分自身が、うん、なんか、罪悪感というか、ほんと、まあ、ゴミ箱シュート外した時ぐらい。ああ、本当にちょっとね。ちょっとね。あ、でもそのあれね、願かけた上のやつ。ああ、じゃあちょっと自分の中でモヤモヤ。そう、モヤって。なんか嫌なこと起こるんじゃねえかな。そうそうそう。ああ。が、逆に言うとちょっとしたことで解決できるんですよ、それが。ああ、なるほど。じゃあ、そっか、その、人を殺せみたいなのはない。ない、ない。殺せどころか、人に迷惑かけること一切。ああ、一切ない。殴れとか、押せとか。その場でなんか地べたで回れみたいなのなかったっすか、前。なかったです。ぐるぐる回るみたいなのなかったですか。あ、それ別件や。あ、それ別件っすか。別件っす。別件か。俺、ベスト、ランキング以外の別件しかって、怖い怖い怖い。ベスト3って言ってねえけど、1位並みのこと学ぶことあるから、そう。サーレンズ。一応ランク付けはしたけど、まだまだあんねん。その件を軽く話すと、はいはい、それもう別件ですよ、はい、指示別件で、はい、僕ちょっと最近治ってきたんですけど、はい、怒りやすいというか触発しやすいところがあって、で街中でこう何かあったら、はい、あーとか意外となっちゃうみたいな、肩がぶつかったりとか、はい、でチッて下打ちが聞こえたら、はい、おいって行きそうになるんですけど、でもまあこういう仕事もしてるんで、はい、もうまずいと思って、はい、でなんとか我慢して寝たら落ち着くことを気づいて、はい、だから路上でこう寝るようになったんですよ。何か揉め事が起こったら、そうやって切れないで、だから、しかもうつ伏せで、うつ伏せで、最初うつ伏せで寝てたんですけど、やっぱうつ伏せで寝てると、はい、でもほっといてほしいんですよ、僕からしたら。で、だけど、やっぱ大丈夫ですかとか声かけられちゃうから、ですよ、ね、あ、これじゃまずいなと思って、またガンってなったら、仰向けで寝るようにして、はい、で、できるだけ、それでも心配されちゃうから、はいはい、笑顔で、大丈夫です。怖い。これは怖い。路上ですよね。路上で、新宿の高島屋前とか、結構なところで。渋谷とかでありますし。はい、いや、すごい。いや、それはそれで別件でしょ、ごめんなさい。別件で。まあ、でも最近はマジで減ってきたんですよ。はい、多分カレーとともに落ち着いたりとか。なるほど。はい、いや、これ、まあ一応、これ、その寝てる時とかは、リトル森下は何もしてこないってことですか、うん、あ、結構黙ってるかもね。多分俺人と人が絡んでることには、うん。で、そう、俺がカンって来てるから、多分、リトルも多分、ビビって出てこない。リトルリトルって呼んでる。それ、どういう時に出てくるとかもないんですか？でも、俺は、飲み物が、やっぱリトルが積極的というか、発動条件が、はい、全部関わるね。やっぱり、無限大ホールで、うん、森下さんが、原ちゃんにね、ユニバース原ちゃんにお金を渡して、で、原ちゃん、自分の飲み物を買っていいから、これで今、飲みたいこれを買ってくれで原ちゃんもどういう状況ですかみたいな、いや説明はしづらいんだけど、この俺が好きな飲み物を買って、原ちゃんの好きな飲み物も買っていいから分かりましたつって原ちゃんにおさしてその時の感謝とかがもありがとうねなんかそれ見られたら覚えてるけど、はいはいはい、ね、つぶつぶマスカットが飲みたかったどうしてもそれはもうで絶対につぶつぶマスカットを買えないんですよね、自分ではって時にひらめいて、でも買うなって言われてるで、はい、押すなって言われてるから、俺しか押さなきゃいけるやんって、ああ一休さんが自分の中で一休さんが
で多分その時の無限大にいる中で一番優しい子を多分選んだ。ハラちゃんね。ハラちゃんやってくれるの。思ったより怖がられて。怖がられて。いや確かに怖いっすよ、そんなの知らないでしょ。ハラちゃん、特に女の子はそんな。でも人に迷惑かかってないね。芸人で良かったですよね。まだ話せるんですよ。いや、そうそう、それはほんまに。普通の一般の人だとなかなか話せないですもんね。いるかもしれないですね。一般の方でも、自分の中の人に。いや、いるんですけど、まあ、これ逆にこういう場だからちょっと言っときたいけど、これを言って、ただ面白がる人はもう全然いいです。で、いや、別に笑えないよっていう人はそれはそれでいいんですけど、心配する人だけやめてほしいな。あ、心配だよね。そうで、DM で、それこそテレビとかで一番言ってた時にめっちゃ来て、あ、で、心配して、しかも診断してくる人いるんですよ。なるほど、なるほど。あなた候補ですから。とか、あの、私も同じですだけならいいんですけど、うん、あの、断定してきて、うん、私と同じあれなんで一緒に治療しましょうみたいな。やめてよって、ね。まあ、芸人としてはお笑いとしても言ってますし、だってあの、とんでもない大爆笑を起こしてますから、リトル・モリスタエピソードしか。いや、ね、まあまあ。やっぱり、なんか、吉本のスタッフの方で、はいはい、で、なんか、あんま話したことない人が、こう、パッて話しかけてきて、うん、で、その、私、実は、このスタッフ傍ら、看護師をやってるんですよ。結構、そういう病院でやってまして、はい、で、まあ、もう正直、森下さんって多分、おそらくそうなんですけど、うん、人前に出れる人なんて誰もいないですよって。うん、あの、だから、希望の星です。おぉ、じゃあ、エリートというか、それで、なんでこんな普通に喋れるんですか。ああ、そうなんだ。じゃあ、すごいっすね。なんかみんな、普通だったら人前で出れないけど、森田さんそれをネタにもして、前で喋れるっていう。あのコーナーライブ中もね。確かに、すごかったな。あのコーナーライブ中、リトルは静かにしてるんですか。それとも、リトル、あれがリトルそのものなのかも。の可能性もあるんですよ。全然リトルじゃないけど。いや、あれね、ほんと、あの言葉遊びというか、あれも出てこないもんね、普通の人。まあ、異常、まあ、異常って言ったらですけど、やっぱ本当に才能なんでしょうね、そういう。いや、まあ、こんな言われてね、ちょっと一瞬だけちょっとそのモードとか空間の、うん、で、ちょっと何を言ってるか分からんもんな、多分。あ、そうですね、架空間。森下架空間。うまくできるか分からん。はいはい。いやー、私、パラレルワールドから来ました。保坂直樹でございます。違う世界線のお子さんからも銀ちゃん、いや銀ちゃんです、あの一個下がっちゃった銀ちゃんはキキキリンの真ん中の木が溝落ちに食べれる入れ墨として印刷された場合いつポリポリしますか。ちょっとレベルアップしないですか。でこれがこれを一がみんなさんに無茶ぶり M 式なんですよ。MC で、でこれをみんな答えるんですけど、その答えも別に回答別になくてもいいし、なんか俺が答えてもそれが正解じゃない時もあるんだけど、そうです。なんか本当なんでもないこの、はい、その僕らからしたら何のやり取りかわかんないけど、はい、これでずっと一がそうやって一番怖いのが。こんな意味のわかんないんで、みんなが、なになになにって焦ってるのに、最後、時間きっちりで終わって、その最後、告知をさせてくれる。告知あるか告知あるのって言って、普通の告知をしなきゃいけないんで。せっかく出てくれる。せっかく出てくる。その、めちゃんとした人間の心はあるんですよ。MC が、ね。あの時も多分違うのよ。そう。空間じゃないから。その。あ、今度久々にやりますか。5月か6月ですか。あ、本当ですか。ちょっとぜひちょっとあの皆さん、告知楽しみにしてみてください。大宮で。大宮で。はい。さあ、ということで今回ね、七曲さん来ていただきましたけど、はい、とんでもない、まあ知ってるものから全く知らないエピソードまで。やっぱ吉本一の変人コンビだし、すごいね、やっぱね、もう僕らネタ大好きですから、やっぱ、はい、ずっと俺、1週間ぐらい銀もが、脳から離れないんだよ。架空の下ネタ。架空の下ネタ銀チャンスの時間ってめっちゃ割ってましたね。流行ってましたね。いや、これ、いいね、いいね、みたいな銀もの。ちょっとぜひ、ちょっとまあ、関係者の皆さん、ちょこれからもちょっと7ヶ月のこの良さをね、はい、テレビでちょっとぜひ。テレビ使えるか大丈夫か人に迷惑はあ、迷惑はある。確かに。ほんまにそうです。ということで、本日のゲスト、七曲さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。このチャンネル見てるやつは全員クズだ。お前らはもうクズが確定してる。チャンネル登録をしたからだ。
な、俺らの収益のために寝落ちしながら垂れ流すように。というわけで次の動画はこちら。